はい、皆さん、毎度毎度。はい、このね、ヘアカラー前のアンケートね。まあ、これはお兄さんがね、お店一人でやった時用のね、まあ、お客さんとのね、対話、マニュアルっつうの？コミュニケーションツールだね。はい、質問の4番目ね。毛染め剤は白髪の部分、根元だけ塗ってもらいたい。これもね、聞かないとわからないよね。当たり前のように聞こえるけどね。いや、いろんな考えの方いるからね。美容師の常識とね、お客様の常識ね、しかもね、どっかのわけわかんないお店でね、入れ知恵されてきたお客様ね、毛先塗っちゃダメよ、痛むからとかね、毛染めなんだから全部塗るのが当たり前でしょっていう方もいるからね。特にね、初めてのお客様ってのは何考えてるかわかんないからね。多分お兄さんがね、独立してやったらね、まあお客さんがね、お兄さん若いから舐めてね、いろんなこと言ってくると思うんだよね。それに対応できるようなもう文章をある程度考えとかなきゃダメだね。全体に塗る場合だよね。中途半端に塗って、その場しのぎのことをやってもね、次またね、全体に塗らなきゃなんないっていうの。これが3ヶ月おきに染める方だと全体に塗る場合が多いけどね。まあ、うちのお店だとね、毎月染めてる方で根元だけ伸びたとこだけ1センチ染めてくれっていう方、今んとこ、今いないね。だいたいうちは2、3センチの幅で染めちゃうから、毛先は、もう染めなくて済んでるってのは、ずーっと。だいたい、ちょうどいいぐらいになってるってのを維持してるっつうの、退色具合が。これはね、毛染め剤のクオリティが問題になってくるよね。毛染め剤のね、質によって、ま、髪の毛がしっかりしてる方にね、ま、全体に塗布してもそんな影響はないかもしれないけど、髪の毛がね、デリケートな方にね、クオリティの低い毛染め使うとどうしてもね、全体にそれを塗った時、手触りが悪くなると。だそういう場合は、全体に塗らないで、シャンプー前にね、シャンプー中、シャンプーの前によく乳化して、色を全体にその場しのぎでくっつけろと。それが一番傷まないでいい方法だって、まあ、まあ、理にかなってるから洗脳しやすいよね、美容師をね。ただちょっと待てよ、ここでとね。確かに毛染め剤洗ってるとさ、シャンプー中、まあ乳化しようが何しようが、シャンプー中に洗ってるさ、茶色いさ、泡みたいなのが飛び散るじゃん。白いとこに、シャンプー台とかに。そしたらあれ、あっという間にさ、黒ずむよね。メラミンスポンジでこすったぐらいじゃ取れないからね。漂白剤で化学的に分解しねえと。だからね、乳化してやれば、まあ、染まるんだと。で、ちょっと待てと、本当に。あれはね、相手が硬いものだから、硬いものの隙間に入ったものは出にくいんだよ。髪の毛って柔らかいじゃない？微妙に伸びるったって大して伸びないけど、柔らかくて曲がったりしなったりするじゃない？だからね、毛染めの粒子がね、こぼれ出やすいんだよ。おそらくね、ちょっと自分も化学の専門じゃないけど、まあ、物理も専門じゃないけど、毛染めってさ、化学変化で髪の毛に、くっついてるわけじゃないんだよね。ただ単に黒いものが固まって詰まってるだけ。酸素と水素が結合して水になるじゃない？あれ化学結合だよね。だからジアミンっていうのはただ単に髪の毛の中で固まるだけでね、化学結合してるとは思えねえんだよ。これ誰か知ってる人いる？何かと結合してるって。髪の毛の中とこのジアミンの分子の何かが化学結合してると。こういうのもね、科学の世界の話ってさ、いや、そうじゃねえ、俺はこういうの聞いたとかなんだかって言われても、それ誰の話だよと。ソースどっから出てきたんだよ、みたいにね。科学の世界って多数決で決まってるからね。それこそディーラーとかね、インストラクターとか、ちょっとそういう人の話っていうのは当てになんないよね。研究開発の人に聞いてね、それ見たんですかって聞きたいよね。中どうなってんですか？見たんですかって。化学結合だったらさ、髪の毛なんかの何かと化学結合するんだったら、白いシャンプー台は絶対に汚れないよね。化学結合なんかねえから、あんなの。これ皆さんどう思うかね。毛染め剤はね、白髪の部分根元だけ塗ってもらいたい。いや、全体に塗ってもらいたい。これもうちょっと文章を足しといた方がいいかもしんないね。余計な一言ね。今まで言ってたね、美容室の先生の、まあ、染め方ってあるよね。その使ってた薬のクオリティね。安い薬使ってたとかね。水で薄めて塗ってるとかね。でもなんかこう、おそらくね、まあ、ロリアルとか、まあ、高級な毛染め剤使ってる方、まあ、高くても変な毛染めってあると思うけどね。それと安い毛染めを使ってる先生の考え方、思考、全く違うと思うんだよね。で、それで安い毛染め使ってる先生は、この安い毛染めの安く見せないためにお客さんを一生懸命入れ知恵してるっての？
洗脳してるってことが考えられるよね。こういうのもひっくるめて書いといた方が面白いかもしれないね。はい、お疲れ様でした。